皆さんこんにちは、マダルグルビッシュです。今回はプレイステーションのゼータガンダム続きをプレイしていきたいと思います。では早速シナリオに入っていきましょう。アムロが出てくる練習になるそうですね。アムロ再び、アムロとカツがカラバン合流するシーンっぽいですよね。このアウド村はどこに向かうのだ。ヒッコリーへ向かいます。ここでダメならば次の手を打ちます。バンデンバーグの近くにもカラバの同志がいます。補給も必要ですし。ケネディ空港を襲った連中がスードリーで追ってくるとして、半日はかかりますかね。いや、もっと早いな。ロザミアが出てきた。もう遅いですよ。前方のハッチ開け。アウド村の腹に入ったまま沈むのかよ。土台で出撃か。射撃戦だとどうなんでしょうね、ギャプラン相手。下駄履きのモビルスーツとギャプランが違うんだよ。ちょっと距離を取りつつ、シープルが使えそうなので射撃戦でちょっとちまちま当てていきましょうか。落ちろ。調子に乗って動きすぎたか。エネルギーがあるうちにスードリーと合流せねば。さすがにモビルアーマー形態になると早く離脱されてしまいますけど、まあ、射撃戦で倒せましたね。また敵中だ。今度はケネディを襲ったやつです。早すぎる。今度はアッシマ・ブランブル大将様ですかね。さっきの出撃でライフルの整備ができていない。バズーカ装備で出てくれ。バズーカか。三段ではなと言われた。あのシーンですかね。アウトブラの護衛が最優先だ。あまり離れすぎるなよ。3番だとあまりダメージが取れないのでちょっと苦手なんですけど、格闘戦、サーベル戦でちょっと倒す必要があるかもしれないですね。宇宙人は空にいればよかったんだよ。やはり足がですね、ちょっと3番くらいを打っていこうかな。まあでもダメージ通るっちゃ通るか。ちゃんと当たれば大したそれではないですけど、なんとかなるようですね。あとは格闘が100ってちょっと下手くそで入らないので射撃戦に持ち込みましょう。しっかり距離を取って一発撃つ。撃ったらサドルに切り替えて接近しましょう。バズーカが溜まったらちょっとまたね、バズーカに切り替えたいと思います。
を捨てて倒しました。アウド村に当たる。なんだ。ここまでだな、エウーロ。全機撤退だ。ガンダム、マークツ。ご無事で、ありがとう。一年戦争終結後、ニュータイプは危険分子とみなされ、連邦軍の監視のもと、空に出ることはできなかった。アムロ・レイもまた、シャイアンに豪邸こそ与えられていたが、幽閉に等しい生活を七年間強いられていたのだ。そのアムロを、カツのやつ、よく連れ出してくれた。フラウたちも無事日本へ向かい、お腹の赤ちゃんも順調なようだが、会えるかどうか。追ってこ、カツ、行きます。またギャップなんだな。カツがマーク2で出たのか。カミーユはリックディアスで出てくれ。リックディアスか。カミーユがマーク2で出たので、カミーユはリックディアスですね。マーク2は敵の攻撃を受け、桟橋の近くで座礁しているようだ。カツのやつ、勝手な真似しよって。ではリックディアス出てもらいます。また土台か。土台だとキャッツの相手だとちょっと苦しいですけどね。私にかなうのか。ライフルを接近して撃ち込んでギャップランでいくやつね。この力は何だ。こんなことで。リックディアスはライフルでも弾数多いので射撃戦は戦いやすいかなっていうのが今、使ってみた印象です。一人の身勝手な行動が部隊を全滅させることだってある。それは許されないことなんだ。脱出したあの敵のパイロット、誤解が生んだ想念が放出されたと思いたいな。気にするな。地上は霧が深く、ミノフスキー粒子も厚い。これを利用して敵を撹乱できれば、時間通りヒッコリへたどり着くことができる。何としてもクワトロ大尉とカミーユをヒッコリーのシャトルで空に返さねばならん。カツもクワトロ大尉に預け同乗させることにした。空へ行くことはカツのたっての希望だったからな。アムロもようやく昔の勘を取り戻したのか、ヒッコリーまでの護衛を買って出てくれ、カツを乗せモビルスーツで出た。敵に捕まりました。降下だ。ただしヒッコリーには近づくなよ。ブランブルタークのアッシュマン、見たぶんですね。ここまでだな。こういう時は機動性に優れたアッシュマンの方が。カミーユ、気合がボケているぞ。クワトロ隊とカツ君は空へ返す。君はもう間に合わない。次のチャンスまでそばにいてくれ。さあ、ではブランブルターク戦ですね。ここも土台に乗ってますけど、一応シールドは使えるので
この乱戦で。なんか。よくわからない格闘戦で仕留めました。死に土産をいただく。うわぁ足場が。ブランブルタクの足場撃破です。空にあげることができなかった。いえ、ありがとうございます、アムロレイ隊。僕の方こそ命拾いさせていただきました。こんな殊勝なシーンは確かアニメにはなかったような気がするんですが、一応ね、ブランブルタークのアッシマを撃破したということで、今回はじゃあこのアムロ再びが終わりましたので、ここまでにさせていただきたいと思います。次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。